はい、今日の話は栄養です。栄養なんですけども、まあ、その栄養そのものを足すっていうのと、それこそ働きそのものを足すっていうもののちょっと違いというものを、少し難しい話になると思うんですけどね、ぜひ妊活ね、頑張られている方はこの話聞いていただきたいなというふうに思います。はい、しくちゃん、はい、うん、今日なんですけども、なんかね、このこれサプリだとかさ、こう健康食品みたいなの、サプリだけじゃないんだけど、健康食品とかさ、そのいろいろあるじゃないですかね、いろんなものがあると思うんだけど、ちょっとこれについての考え方、皆さん知ってほしいなというふうに思いましたですよね。なんか例えば、まあ DHEA とかさ、昔こういうもの出した方がいいよみたいな時代があったんですよ。変な話、 DHEA っていうものがあって、これが材料になるから、エストラジオールとかの材料になるので、 DHEA 足していくっていう文化があったんだけど、なんか最近あんまり聞かなくなったんだよね。まだやってるとこあると思うんですけども、これを DHEA ってさ、なんか日本に昔はその海外のサプリメントの通販サイトとかで買えたんだけど、最近なんか買えなくなったっぽいんだよね。そうそう、だから規制が入ったのかなっていうふうに思ったんだけど、これ単体で悪いってわけじゃないんだよね。まあこういうものとかっていうのがさ、やっぱりなんていうの、このまあ昔はやってたわけなんですよ。とか、なんか例えばさ、これさ、感覚的に多分わかるんですけども、あんまりこう胃腸が弱くて消化が悪いような人っているわけじゃないですか。消化不良みたいな、不良っていうの、消化不良の子とかってさ、胃腸が弱いっていう子いると思うんだけど、これに対して酵素ね、消化酵素、なんか消化酵素ね、消化酵素っていうものをなんか足していくっていうのが、これもやっぱり、まああったりするわけだけど、なんか足さんですよ、消化酵素ってさ、なんとか元とかさ、若元って言っちゃったけどさ、そういうものとか、なんかいろいろ多分消化酵素って話がたくさんあったりするわけなんだけど、まあ、いわゆる消化を足してあげるものっていうものですよね。で、これはなんかエストロゲンの材料を足してあげるっていう形で、まあそれの結構その、なんていうの、もうしっかりもうその働きをするものを取るっていう。ここのゾーンっていうのは、いわゆる働きそのものを足すっていうようなイメージになってくるんですよ、ね。で、これに対してさ、いつも言ってるような痛みとかタンパク質とか、なんかその他もろもろいろいろ言ってんじゃないですか。ミネラルとかもそうだよね。ミネラルっていうのもそうだったりするんだけど、こういうものっていうものは基本的にまあこれらを、まあ こっちもそうだよね。こっちもそうなんだけど、こう例えば作ったりだとか、働きを助けるためにあったりするもん。なんていうの、なんとなくわかるし、材料そのものを取るのと、これは材料だよね。このゾーンは材料っていうイメージで、こっちはもう働きそのもののものを入れるって感じ。だからもしかしたらここにお薬も含まれるかもしれないよね。もしかしたらお薬も含まれるかもしれないですね。まあ、それこそもうその働くそのものっていうのは、働くものそのものを入れるようなものがあるわけじゃないですか。ね、プレマリンとかさ、ピルの系統だとか、それだと、プレマリンとかね、そういう薬とかもあったりするわけなんだけど、ここでなんとなく、しきちゃん、ちょっと考えていただきたいんですね。皆さんもちょっと考えていきたいんですけども、これ前提として、こういうものが、時と場合によって大切なのは間違いないんですよね。もちろんこれだけ、この、ね、不妊治療のクリニックっていうものがある中で、そういうものをうまく使ってっていうものが、すごく重要だったりする。一方ですよね。一方なんだけど、こうもしかしたら例えばこういうものを足すことによって、
足すことによってこう自分で作れなくなっちゃう可能性っていうのを一つ考えていきたいですね。これずっと昔からそのいわゆるナチュラルメディシンの世界では言われてることですよね。だからできるだけ天然のものを食べようっていう世界があるわけじゃないですか。ですよね。その中でだからサプリメントで発達していったものはどうしてもその原材料に近いようなものになってくるわけですね。ビタミンとかね、そういうものになってくるわけなんだけど、働きそのものを足すとやっぱり体の中でその察知するセンサーはあるわけなんですよね。ある意味ですよね。察知するセンサーがあって自力で出なくなるっていう説はあるんですよね。これ人によると思います。人によると思いますし、まあそこをね、完全に否定するつもりも全くないので、体調に合わせてやればいいじゃんっていうふうに思うわけなんですけども、一方ね、なんていうの、これ、今回何が言いたいかっていうと、うん、やっぱりこういうもの、栄養素っていうものは、この、必ず、なんていうの、これらの働きに対して影響を与えるし、まあこういうものを足すことによるマイナスっていうものも人間の体っていうのはもう必ずあるんだよっていうところを考えていただきたいんですよね。だってそうじゃん、なんかさ、ね、花粉症とかでさ、コルチゾールとかさ、副腎のステロイドかなんかって入れるわけだけど、炎症って治まるんだけど、その後やっぱりリバウンドが来るわけですよね。脱ステみたいな感じでやって、もう何年もすごく苦しみながらアトピーみたいな症状が出てやってる人もいるんだけど、っていうのはその材料似てもね、DHA めっちゃ似てる感じですよね。まあそういうこと考えていただくとだいぶ働き寄りのものだったりもすると思うし、まあ、消化酵素なんてもうちょっとシンプルだと思うんだけどね、そういうものに関してもやっぱり足すことによってもう作んなくていいじゃんっていうふうになるのって、これネガティブフィードバックって機構がある以上絶対あるんですよ。そういうものがあるっていうことを考えていただきますと、これを取るんだったらよく噛んで消化のいい時間に食べて、いただく方がいいと思うし、胃の血流とか良くして、そういうことやった方がいいのは分かりますよね、っていう形なんですね。ちょっとなんか説教臭い話になっちゃったんですけども、世の中そういう商品が多いんですよ。こう変な話、これを足すことによってここの働きがこんな劇的な働きがありますみたいな感じになってくるんだけど、それ以前にやっぱ体に備わってるものをしっかり活性化するものと、それ働きそのものを手助けするものに分かれてるっていうところから今日の話ね、ちょっと参考にしていただけるといいかなというふうに思います。